N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。今回ご紹介するキャンペーンはこちら、スイッチングルームバイバファリン、ライオン株式会社です。エンパワーが必要なとき、資料を求めるとき、前に進みたいとき、ご支配したいとき、きっと誰にだってその両方が訪れます。そしてそのどちらも進むための大事な一歩、ここはそんなあなたに送る秘密基地です。ほい、痛みは止める、私は止めないということで、バファリンからのメッセージ。痛みや鎮痛薬による眠気で止められませんようにという思いが込められている。まあ頑張りたい時とか自分をケアしたい時、どっちも大事だよねと。そんでバファリンはその2つのスイッチを切り替えを助けますよっていうようなデジタルプロモーションになっていると。それをまあエンパワーが必要な時、チルを求める時っていう表現をしていて、まあその2つをスイッチさせるようなサイト、そしてストーリーになっていると。じゃあ見ていきましょうか。まあ自分の部屋が出てきて、こうデザインが非常に可愛いですよね。まあページではエンパワーモードとチルモード、チルにするとチルモードになるわけですね。で切り替えて、でそのモードに合わせた音楽っていうのが流せると。Spotify とも連携してるんですね。エンパワーだったらエンパワーな音が流れる、プレイリストが再生される。でかつ部屋のアイテムをクリックすると、まあエンパワーミュージック、エンパワー側のミュージック、音楽を紹介していくと。でいろんな方、これは、まあその15名の最前線で活躍する方がキュレーションしてくれてるわけですね。なんでこっちはエンパワーだったら元気になりたい時の音楽とか、まあそういったもの、他のものだと何があるでしょうか。エンパワーマイルール、まあこれはファッションだとか自分のルールっていう、まあ化粧とかお守りとかそういうのがあるわけですね。でいろいろと他にも仕事のこととかを応援してくれたりとか、あとは例えばエンパワーのワークアウト、もうがっつり筋肉にコミットと書いてありますね。でチルになると、まあ、筋トレとかではなくって、もう少しチルワークアウト、筋膜リリースとか、まあ、ヨガとかですね、寝る前のストレッチみたいなことが書いてあって、でそれ以外にもこうメッセージ、ヘルスケア、フード、ブックなんかもそういう最前線で活躍する方が紹介してくれているということですね。まあそれがこう90年代の活躍している方っていう感じなんですかね。どういうその基準かはわからないんですが、15名の方がキュレーションしてくれてると。でさらに日が経つとコンテンツがどんどんここに追加されていくので、まあ、チェックしていくといいかもしれないですね。まあ、なんかプレスリリースとかまだ打たれてなくって、ツイッターでもそんなにはつぶやかれてないんですね。私のお気に入りをシェアするとか、まあ、共感したらシェアするとか、そういったことが書いてあるので、まあ、結構共感しやすい内容だし、デザイン的にもクリエイティブ的にもすごくイケてると思うので、まあ、これ日々チェックしてみてはいかがでしょうか。バファリンはこう痛みや熱への早い鎮痛解熱効果があるんですけど、まあ、それだけじゃなくって皆様の快適ライフを支える薬っていうのを歌ってるんですね。なんで、まあ、頭痛、生理痛などに効くっていう直接的なことを言うんではなくって、快適な生活、自分をこう愛せるようになるやり方みたいのを伝えるというストーリーで、皆様の快適ライフを支えるっていうミッション、これをクリアにしていこうということなんでしょうね。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。